アルミン・チンマーマンはドイツの海軍軍人。最終階級は海軍大将。1972年から1976年まで第5代連邦軍総監を務めた。ブラジル南部のドイツ人移民の町、サンタガタリーナ州のブルメナウに生まれる。第二次世界大戦勃発当時、ドイツ国防軍の一軍主たる海軍で主官候補生であり、後に、 初代ドイツ連邦海軍総監となるフリードリヒルウゲ大佐の総会部隊に配属されていた。1940年に少位に任官して総会艇官長となり、1942年には総統艇官長に任命される。海軍大学での短期間の過程を経て、イギリス海峡を担当する第46総会軍司令官に就任し、最年少の軍司令官となる。 終戦直前の1945年3月、ドイツ海軍最後の攻撃であるフランスのグランビル港、奇襲計画に参画していたと思われる。この大戦では重傷を負っている。ドイツ十字賞金賞を受賞。終戦時にチャンネル諸島でイギリス軍の捕虜となった。戦後、ドイツ特別総会体で総海軍司令官、イギリス軍との連絡将校を1947年まで、 努め、ドイツ沿岸の機雷処理に当たった。西ドイツ再軍備後の1956年、ドイツ連邦海軍に中佐として採用され、ロンドンの西ドイツ大使館付部官や総統帝戦隊司令官などを務めた。国防省勤務を何度か務め、1968年に、少将として北海艦隊司令官、1970年には、中将に昇進し、 1972年まで艦隊司令部司令官を務めた。1972年4月に海軍出身者としては初めて連邦軍総監に就任し、同時に連邦軍では初めての海軍大将となった。1976年6月、大戦中の頭蓋骨への負傷に起因する発作に見舞われ、11月に在任のまま休止した。 かつてビルヘルムスハーフェンのゼングバルデン地区には、チンマーマンの名を冠したドイツ海軍の兵舎があった。ありがとうございます。